皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日、2024年2月16日18時39分、一瞬頭の中2028年ってよぎったんですよ、唐突に。そして今回ビーズの皆さんや、グレイの皆さんや、音楽業界の方たちへというわけで、メッセージとして、YouTube をアップロードします。で、稲葉さんの声かな、コンピューターが。僕は2024年なのに2028年でいいそうになったから。ごめんなさいね、出だしからこんな状態で。ホームページ淡井圭介の履歴の、65番の近くに、現在、継続して頑張って、作ってる、日本の男性バンドマンの、ベスト100っていうところがあるんですけども、ちょっとそこ、ちょっと待ってください。こういうところです。後ろに私の感覚ですって書いてるんですけども、ちょっとピントが合わなくて申し訳ないんですけども、とりあえずコンピューターの自動機能でピントぐらい頑張ってほしいと。65番がこういうふうにやって、そのちょっと上の方に、ここから基本的にシングルを中心に、ビーズの皆さんの曲をアクセスできるようにしました。やっと最近のところまで一通り聞いて、いろいろと、チョイスさせていただきました。と、あとはダウンロード、5曲ぐらいですか、ダウンロード版だけでの発売。そのうちの一つがさまよえる弾丸を、2012年ぐらいにゲーム用の、曲として、歌詞を、ほぼ、全部、書き換えるような形で作って出してたんだなと、英語バージョンで、そういうのを、再び発見したいとこまで気づいたんですよ。ごめんなさいね、こんな調子で。で、ね、もうこれがね、この間までちょっと前にこれまずビーズの皆さんとかにお伝えなんですけど、自分で手書きでね、こういう風な感じに、例えばこれだったら、グレイの皆さんの曲とか、一回書き出しをね、いろんな紙に書いていて、で、100曲以上は、200ぐらいかな、ビーズのお二人の曲をダーって書いてたものが家から盗まれて、あんだけ書いたのに。で、これ、どれを聞いたかどうか、チェック入れていかなかったら、メモした後、後で分かんなくなるし、自分のホームページの中で、このベスト100のところだったらね、このビーズ編みたいな形で作っておけば、この曲、もうアクセスできるようにしたとか、一回聞いたとか、そういったこと分かるんですけども、基本的に手書きで、本当にたくさん多くの曲作ってる人とかだったら、手書きで書いて、そのチェックつけていかなかったら分かんなくなるんですよ。またもう一回聞き始めたりするんで、あれ盗まれたら本当に大ダメージなんですけども、なんとか頑張って、シングルぐらいは、追いつきました。で、基本的に気づいたんですけども、アルバムの曲も結構、ビーズの皆さん良い曲を意図的に、入れてるんじゃないかなというところがあって、恋心とかそうですよね、あの辺、最初の方のあれなんですけど、曲なんですけども。で、28枚でしたっけ、アルバム。そこの領域にはまだ踏み込んでないですが、最初の頃の方はね、僕買ってたんですけども、ぐらいの皆さんもそう、大体の人ものすごい数買っていたっていう。今回はそのグレイの皆さんとビーズの皆さん、前も言ったかもしれませんけども、タモさんっていう方、バイオリン弾きの男性の方なんですけども、そのグレイの曲も基本的に、もしかしたら数曲ぐらいはバイオリンの人入っていたかもしれませんけども、曲によって確か基本的には、まず僕の記憶では思い出せない、探したら見つかるかもしれませんけども、グレイとビーズの、皆さんにバイオリンの、凄腕の方が加わったらどうなるのかなっていうところで、そのタモさんという方と一緒に、曲
まあ気が向いたらぐらいでいいと思うんですけども、作ってみたらどうかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、タムさんは、ですね、まあ以前にお伝えして、一回タムさんテレビに出たことあったような気がするんですけども、ここはね、ちゃんと番号を振ってるんですけども、その前に番号なしのものが何行かあって、ちょっとややこしいんですけども、64番、近くにエースコンバットがあります。ちょっと待ってください。64番。これですね。淡井圭介のおすすめミュージック、タムさん。横文字で TAM と書いて、タムさん編。まあ、こちらの方アクセスしてもらったらどういう方なのかっていうのが、わかると思います。同じその音楽活動家としてそのどれぐらい の腕をお持ちの方なのかというところで、まあグレイの皆さんとビーズの皆さんに安心していただくために、まあこのファイナルファンタジー5ビッグブリッジの詩と超絶技巧バイオリンロックっていうのがあるんですけども、まあこれアクセスしていただいたら、原曲のゲームの曲と聴き比べてもらって、そのアレンジ、途中でアレンジを加えられてるんですけども、そのレベル、内容が非常に良い曲であると、まあ技術者であるなと、まあその辺のところを見ていただいて、聴いていただいて、まあそれで決めていただいたらいいんじゃないかなと思います。もうカオスされてる、この辺。撮影最初の方と比べたおかしいおかしい、どういうことやろう多分タムさんもこの横通った方だと思います。その方対象者数僕めちゃくちゃ多いんで絶対無理です、僕の方が髪型もみんなずっと同じ長さで固定するなんて無理でしょ。テルさんも本当は顔だいぶ変わってるじゃないですか。ベスト100のところで見ると、黒と赤のマタドールでしたっけ？赤と黒のマタドールか何かそういう曲があったと思うんですけども、今から10年以上前の曲だと思うんですけども、てるさんは黒髪でこう、座ってこう、なんかこういう風にして、考え込んでるかのような、ちょっと固まってる時の映像がちょいちょい流れますけど、てるさんですよね。グリーンの曲でさ、アルバムの、まあ、カバーというか、ジャケットというか、まあ、ジャケットでよかったでしたっけ、福山雅治さんが、固定色言って、あれ、福山雅治さんとのコラボですよね。確かなんかそういうような話で、いや、仲良くしてるよっていう音楽業界同士で、その変な、喧嘩の噂話、ああ、そういうわけじゃないかなっていう、それを表現みたいな形で、で、まあ、グレイっていう文字のところがゴールドじゃないですか。自分たちでそれなんかつけるの。福山雅治さんに言ってとって。金色でグレイってしとけばって。まあまあ、その辺はっていう。まあ、まあ、あの辺の、ちょっと前の曲だと思うんですけども、まあ、そこでもやっぱりテルさんの目元とか全然違うじゃないですか、黒髪の時の。あ、みんな顔だいぶ変わるから、ジャンヌ・ダルクの人たち。ヤスさんも思い出しました、それ見て。プロモーション見て。いろんなパターンの顔があって、まあ、化石が大問題なんですけど、それ、ちゃんと途中から修正していって、だいぶ変わっていった方ですけども。ヤスさんもね、顔と髪型がだいぶ変わってるから、完全にこの人ヤスさんって思った。ちゃんとそれ、プロモーションビデオ、未来の時間軸から僕が見た時にヤスさんが、アホってこう言い返してきてる。ファイナルファンタジー7っていうゲームあるじゃないですか、スクエアエニックスとの。まあその辺は、まあタモさんとか、まあいろいろつながりあると思うんですけども、リメイクしてるんですよ、あのゲーム。一応、いろいろ、まあ、スイミンカで僕とスクエアエニックスさんの話があって、まあ、リメイクされたはずなんですけども、で、主人公のクラウドっていうキャラクターいるじゃないですか。まあ、名称から言うこと、意味、雲。空に浮かんでる雲と。まあ、僕と会ったことのある方で、ソフィアというバンドの松岡さん、子供の頃。
曲名で「リトル・クラウド」という良い曲を、良い歌詞のあの曲を歌ってるんですけども、そのファイナルファンタジーのクラウドみたいな髪型をやさ、リトル・クラウドを表現、いや同じ感想いろいろこっちも考えちゃうんですけどね、でもそれ現場に伝わったらもう崩壊すると思うんです。いや あんまり面白い話聞かされても指に力入らなくなって音出せなくなるでしょ多分面白い言ってきるんじゃないか一応、まあ音楽業界の方たちへのメッセージにしているんですけども、ジャンヌ・ダルクで言うとかなり曲省いたんですけども、ここのベスト100に15曲ランクインしました。まあミステリアスという曲も一応選んだんですけども、そこはね漢字二文字を違う漢字に変えてもらったら、前も言ったと思いますけど、官能的なっていうところね、感じるの感と応じるのを、いろんなことをね、広く情報を拾うみたいな形の言葉に変換してもらった方が、そっちの漢字の意味調べてもらった方がわかりますから、そうじゃなくて。いや、それはね、もともと感が悪い、役人が悪いのところで、ね、法律とか、行き届いてないところ、僕も通報ちゃんと言ってる。なんで裁判所まで行かなあかんねん、なんで各所によって対応の仕方が違うねんの話になるから。で、そういう部分でもミステリアスではあるんですけど。まあ、他の曲はね、まあ、残り14曲に関して、歌詞は大丈夫なはずです。全部チェックしました、本当に。一応歌ってる時に表記されてる歌詞とは違う歌い方を皆さんされてるっていうのは分かってます。そういう曲があるっていうことを分かってます。その上で両方チェックでセーフっていう形でちゃんと選びました。そこ、そうじゃなかったらもうやっぱり歌詞がまずかったら、やっぱりもうここをそのままね海外に売り出す曲としてもうそのまま貼り付けといたれっていう、男性用女性用のところで、これね本当にやっぱり昔のグレイの曲とかビーズの皆さんの曲とか、やっぱり動画の再生回数って少ないじゃないですか。今の人たちからしたら全く知らない曲、検索ワードすらわからないで、やっぱりこれテレビでしなきゃならないと思うんですよ。まあここがカウントダウン TV とかミュージックステーションとか他のテレビ局の番組向けに言ってるんですけども、前も言いましたけども、まあ、風に一人だけじゃなくてね、この辺のところで、例えば、僕が選んでるところの曲で、まあ、世界中にマーケティングしたら、このうちの、8割以上の曲は、億超えるはずです、再生回数。それぐらいのクオリティです。クオリティで選んでますから。だから、ものによっては10億、まあ、数年かけてですけども、到達してもおかしくないものは、何曲もあります。そのストーリー、いきさつも説明することによって。だから、その辺のところで、ちょっと音楽番組で、毎回思うんですよ。今日、一曲もすごい曲なかったなって、本当に。今の若手、本当、ちょっとっていう、その状況。だから、動画で、無料で閲覧できるようになって、今の時代どうなってるかって言ったら、昔の曲とも競争相手ということになるんですよ。だからそこはやっぱりクオリティで比べられる、どうしても。特に僕はこういう欄作ったら、ここに載ってる曲と比較された時に、例えばこの間のカウントダウン TV とか、同格の曲一体いくつあったんですかっていう目で見られる。で、そう視聴者の人たちは見るべき。それがなかったら、やっぱりクオリティの高い曲は生まれない。で、だからその辺のところで音楽業界の人たちに、まあ今も顧客を抱えてる、ビーズとかグレイとか、まあラルクアンシェルとか、まあ言い出したらきりないですけど、それぐらいの頃の名前の変わった、通った人たちではない、今の若手の人たちへの向けてのメッセージなんですけども、まだ、すごい曲、正直ね、その10曲作って1曲すごい曲ができるかどうかぐらいの確率だと思うんですよ、大体の人は。大体のグループは。で、やっぱりね、4つ5つぐらいのバンドで、昔のブレイクアウト祭りっていうような形でね、そういう番組、インディーズの人たちが集まって、そのライブを行う、そこそこの大きさの会場でって、そういうような形を作ってたんですよ。それで、認知してもらうって。だからそれね、やっぱりクオリティの高い曲を混ぜてライブなんかもうしない方がいいと思うんです。もうこれも絶対で。
っていうのはそれでそのバンドのクオリティ平均化されてしまうから、せっかくすごい曲作ったのに。だからそれだったら、良い曲2、3曲を例えばバンド4つぐらいでね回って十何曲するとか、それでそれなりの会場の大きさのところを借りて、ツアーする。もうこっちの方が絶対いいです、効率いいから。あとはお客さんがその方が来てくれる。クオリティの低い曲をたくさん混ぜられたら、ライブ中一応みんなこう乗ったりとかしてるけども、だからもうクオリティの話をたくさんし始めると、まあお金払ってきてるしね、多分乗ってるんだと思う。本当にそう、本当にそうだと思いますよ。もう正直言うと、いやだから、まあ僕なんか結構厳しいことは平気言うじゃないですか。だから若手の人に向かって言いますけども、やっぱり、大したことないなって見られちゃうんですよ。これはもう消費者からの心理だから。で、あと、まあ、B2 の皆さんにお伺いしたいんですけども、YouTube って基本的に原曲のものがフルバージョンで載ってるものって、いつかのメリークリスマスぐらいだったと思うんですよ。で、まあ、それは B2 の皆さんからの、まあ、ギフトなのか何なのか、まあ、ギフトは贈り物ですけども、まあ、ちょっとよくわからないんですけど、もともとどうでしたっけ、昔の話。B'zの皆さんは一回そのプレミアのその YouTube の話があったから、そっち側でみんな売らなかったら、これもしかしたら売り上げほとんど人間、まあ、グレイとかその B'z とか一部の、いっぱい顧客のついてる人たちはもうセーフティーラインにあるから、大きな会場とかでライブとかできたり、いろんなつて人脈、名前が売れて知名度が高い、実績がある、そういう人たちは安全圏内ですけども、そうじゃない若手の人たちが今これ世の中に出れる状態なのかと。だからそういうふうな状況の中で、本当は次々1000円の形にした方がいいのかどうかとか、まあ、それは結局音楽業界全員で動かなきゃ、絶対同時に動かなかったら無理だから、そこでは、無料のところで今度はそっちの方にみんなライブ行くから、認知度の方でお金払いたくない人がいるから、お金払いたくなかったら知ることが絶対できなくなるから、その曲。そうそう、これがあるから、どちらが賢いか本当にわからない。で、グレイの皆さんの例で行くと、無料ライブを行ってアルバムの中に入場券が入ってた。これだったと思うんですよ、確か。で、それでものすごい動員ができたと思うんですよ。これだったと思うんです。もう20年以上前の話は僕も覚えてない、本当に。それはもうグレイの皆さんに聞いてもらった方がいい。で、まあだから今何を言いたいかって、B'zの皆さんの曲って多分、YouTube プレミアムに加入しなかったら基本的に原曲をフルで聴けないんだと思うんですよ。多分でしか僕言えない。お金払って加入しなかったらって抜け出し方が簡単じゃなかったら抜け出せなくなるでしょ。僕の今の金銭事情だったらそれかなりのギャンブルになるから怖い。もう最近YouTube じゃない、プライムビデオの方、Amazon のプライムビデオの無料1ヶ月無料で加入して、もう多分1ヶ月そろそろ経過する頃だと思うんですけども、抜け出し方今から検索中。確かテレビのニュースで、なんか6回ぐらい何か操作しなかったら抜け出せない、その仕組みは違法であるっていうことで、アメリカのとある州で裁判になってますから。だからまあ、どちらが正解なのかのところで、ものすごく難しいんですけども、これね、クオリティの高い作品、ばっかりを並べてきて、そこと若手の人たちが競争しなきゃならなくなった場合、どうなるかっていうと、まあ、やっぱり、厳しい状況は出来上がると。なかなか市へ渡ってもらえないのと、比較対象がはっきりしてるっていうので。で、昔で言うと、まあ、何回も今までも言ってきましたけども、ソニーとか AVEX に集まってと。まあ、ちょっとおかしい問題があるところが AVEX で。浜崎あゆみさんは、まあ、向こうの方として僕の小学校に現れたから、ついつい普通にさんなしで呼んでしまいそうになるんですけど、浜崎あゆみって。まあ、確か、エロい歌詞は書いてなかったでしょ？確かそうでしょ？上がまずしっかりしなかったら、そっからちゃんと言うこと聞かないから、絶対に後輩が。そこ、だから、まあ一応、まあジャンヌ・ダルクの皆さんも、ちゃんと、
綺麗な歌詞書くようになって、で上田太陽のあの CD の時間外国人がこうやって匂い嗅いで、あれカーテンのレースかハンカチだから、もっとそれまでの歌詞であのジャケット見た、絶対そういうの連想させない、誤解を、これで売れたらどうする、無理やから、絶対歌詞と曲クオリティ、ジャケットは正直みんなあんまりなかなか覚えてない、本当にすごいなんか良いジャケットのその絵を表記しなかったらプラス効果はなかなかない、むしろマイナス効果はある、申し訳ない、もうちゃんと言います、グレインの皆さんのジャケットでロボットをね、男の子か女の子が忘れましたけど修理してあげてる絵があるんですけども、ただ映画全体的になんか怖い、本当に絵の質の問題、本当になんかこう綺麗にこうきちっとこうそこうまあ美形運動とかでもないんですよ、なんかこのストーリーこう見た目からしてこう優しそうな、そうややしそう、そこは無難優しそうでちゃんと綺麗な絵でっていう、もうそこまでこだわるんだったらなかなか作れないんだったら、ちゃんと歌ってる人たち、メンバーの人たちが出てなかった人を覚えてもらえなくなる、本当はメンバーが映ってなきゃおかしい、絶対本当にそれで、ちゃんと日本語でフルネームでちゃんと漢字で表記しておいて、海外に売るときだけ、そうだからビーズの皆さんの最初の冒頭で説明したサマヨイル弾丸を歌詞全部変えてゲーム用に、であと英語で歌ってくれてるんですよね、その稲葉さんが、で、歌詞もちゃんと英語で、あそこまで完全に英語化したら英語圏内の人たちはちゃんと歌詞を理解できる、だ本当はそういう作業が必要だと思うんですよ。歌詞を全部変えるんじゃなくて、まあそれはゲーム用だから、ゲーム用に歌詞を変えただけで、基本的にここに選んでる歌詞で物事をそれを行ってほしい。ちゃんと歌詞の良さとかも、そこちゃんとクオリティ見て、こちらも勘案してますから、そこが音楽業界協力、海外へのマーケット開けるとき。で、ドラマとか、もうまあ、ドラマの内容とかに、ちゃんとしたドラマですよ。本当エロシーン、ベッドシーンなしですよ。本当。その僕経由で、絶対そんなもの、絶対作らんといてくださいね。本当に。まあ、下町ロケットとか、まあ、形式で言うと、ああいう風なドラマ。で、そこに、こう、ピタッと合うような。あとは恋愛ものだったら、まあ、新海誠監督に作ってもらってるような内容。ただ、君の名の、なんか、お米から作るお酒でなんか口の中でモクモクしてそれを発酵させた、の話でみんな忘れてくれてる、これが NG ですよって、そういう意味、あれみんな後の話がすごいから忘れてくれてるだけ、僕もそうだった、指摘されるまで何言ったの君のそんなシーンだよってめっちゃ怒っていて、何言うとんねんって自分でもう一回言う、あった変なし、あこんな話小学校の頃したことあるって出た神戸市兵庫区の人間誰か情報を親が混ざっと変な内容まで一緒に持ち込みよう、それが多分もうエシロンか富岳の木のなんか淡井圭介の文言引き出してきて聞いとうわっていう、そんなしいらんかまあハリウッドもね、まあゴジラシリーズに関してちゃんともう一回ね再開させていただきまして、ハリウッドの方でも日本の方でもね、アニメとシン・ゴジラの方とね、アメリカの方ではゴジラとキングコング、そこバーサスにしてますけど、本当はテイクンからちゃんとテイクンからゴジラもっとコラボレーションして、本当はこれみんな確認したら絶対笑った次の今予告でゴジラとキングコングの予告あるでしょ、右手についてるのキングコング、あれバンブルビートランスフォーちゃんとトランスフォーマーみたい、変形しながら腕つちゃんとバンブルビーと同じ気づくからちゃんと僕の話さ、ちゃんと覚えてくれてる人は、トランスフォーマーも、あれ、一説によるとね、本当の話かどうかわかんないですが、一応インターネット上で何回もそういう記事流れてるから、本当のことだと思うんですよ。もともとトランスフォーマーってアメリカのアニメだったはずなんですよ。絵的に。
で、日本の方で放映権を買って放映してたらしいんですよ。で、そのし、わかんない、その著作権と放映権のところ、その部分、日本と国で小分けしてんのか、それ、著作権だとそれ、多分丸々のはずなんですけども、そこで日本、僕、僕から。今の映像グラフィック、ゲーム業界に発達した映像グラフィックとか、ハリウッドのもともとのターミネーターの映像グラフィックとかからで、もっと今発展してるゲーム業界でもこれぐらいのことできるんだから、もっとできるでしょみたいな形で、もうトランスフォーマー、今の時代だったらトランスフォーマー作ったら絶対すごいのもできると。すごい、まあまあ、それで、ああいうふうなね、すごい映像の、グラフィックの、トランスフォーマーができましたと。もうそこ、淡井圭介と関わってるんです。トランスフォーマー。キングコング。そこもトランスフォーマー。これまさかコングの右を。バンブルビーつけてくる。バンブルビーってね、トランスフォーマーで、主人公が運転、少年、いや、ちょっとわかんない。運転したら無免許。ちょっとわかんない。もう一回トランスフォーマー見ないとわかんない。いろんな意味で、まあ、YouTube、じゃあ、Amazon の、プライムビデオ、プライムビデオ。かがなかに確認しなきゃわかんない。まあまあ、まあ、主人公が、乗っていた、車、まあ、仲良くしていたロボット。それがバンブルビー。一応、まあ、純、まあ、ロボットの中では、本当は主人公なのかな。コンボイっていう名前だった、アニメの方の、トレーラーから変形する、強いロボット。どちらが団体主人公か分かんなくなるんですけども、主人公っていうロボットの設定どっちだろうって、アニメの方だったら向こうがリーダーだったしっていう、まあ、そういった ややこしい部分もあるんですけど、ちょっと見てね、バンブルビーつけてる、多分バンブルビーが主人公だってる思い出したらさ、ガチャガチャガチャってこう変形されたどうしよう、次コンボイが鎧になった。いや、まあ攻撃する武器はね、前回最初から斧を持たせておきましたけど、あれもともと僕からの提案でね、いや、ゴジラとキングコング、もう一番最初の話からすると大きさが全然違う、身長キングコング最初20メートルぐらいだったでしょ。で、ゴジラは最初40メートルぐらいだったと思うんですよ、30メートルか。それが気がついたら50メートル設定になって、80メートル設定になってるんですよ。どんどん大きくなって。大きさサイズ、背丈合わせとかんかった。これ、試合ちゃう。映画内でこう戦う前からどちらかつか明確になってる。とりあえず身長合わせといて、ただ、ゴジラは、まあ、シンゴジラで、すごい光線出したじゃないですか。尾びれが光ってね、あれも僕から提案して、もう一気にもうレーザーで行きましょうと。ビルも、見渡す限りのビルも全部貫通って。威力でそこびっくりさせましょう。すごいがなかったらあかんから。ただ、一応アメリカのバンカーバスターぐらいは効くようにしときましょうって、通常兵器もある程度ダメージ与える設定なかったら何でも無敵化されたら、それはそれなんかおかしいからって。で、それで、まあ、ゴジラの設定が強すぎると、キングコング、どうしよう設定って、なんかもう武器持たせましょうか。もう武器ありでいいでしょ、どうしよう。そこ、狂気所持されたらどうしよう。法律の世界で大丈夫。向こうも口から出すあのレーザー、あれ絶対狂気やっていう。まあ結局最終的にそこに日本のゴジラというヒーローで、なんかもうだんだんハリウッドの宣伝みたいになってきました。片やアメリカのヒーローキングコング、そこを仲良くして別の悪者を倒す設定に絶対切り替えんかったら日米同盟とかの話が全部ぐちゃぐちゃになっちゃうから一応大抵そういうストーリーで進むはずですよ。で、一応ね、これキングコングとゴジラの最近の初代のものを
見たんですけども、そこでね、地底の世界に、キングコングの地底の世界に行った時にジャンプして飛びついたとこ、飛びついたところのあの石像、あれは手です。だから多分あの手から、まあ、ここにこうキングコングはこうぶら下がったりしてるんですけども、一つの指に、一つの指ぐらいの大きさ、キングコングは。だからまあゴジラも大体一つの指ぐらいの大きさなんでしょうけども、まあ、とんでもなく大きいのが多分出てくると思います、そのアニメのゴジラ。わけわかんないぐらい大きなゴジラ先に出しておいたから、先に先行してまあどんなのが出てくるか、まあその辺はわからないですけど、もう昔もう僕の方もいろんなこと提案してたから、僕も覚えてる。僕なんか言いましたけど、ちょっと音声これちゃんとね、僕はちゃんと喋ってるつもりなんですけども、音声ちゃんと出てるかなって思うんですよ。後から聞いたら音声が全然はっきり言葉が聞き取れないなっていう時あるんですよ。下向いた時ですかね。というわけですね、何がというわけやねんって思いますか。話バラバラになってなったんだっけ、最初の方の話巻き戻してもらって、最初のあの一時停止をしてもらって、音楽業界の方は音楽業界のことで聞いていただいて、まあ最後にね、あのビーズの皆さんへ、プロモーションビデオで普通に YouTube で無料で聞けるようにしてほしい。どうなんですか、そこはなんか音楽番組で教えてもらえませんか、そのYouTube プレミアムの方といろんな話し合いがあってこうしてるとか、そういうような話っていうのは、尾崎豊の誕生っていう曲が昔フォローで聴けたことがあったと思うんですよ。 YouTube プレミアムの登場か何かでそっち側の方に行っちゃって、もう聴けなくなってしまって、もうしまった、尾崎豊のあの3倍セット売っちゃったとか、まあ、誕生の方はね別のものだったかもしれませんけども、まあ先ちょっと31分のところで終わらそうかなと思ったんですけども、毎回毎回31分で終わってたら、みんな今度いろんなことが気になるんでしょう。ミスタータイガースかけるさんの31背番号これいろんな説ある、逸話があるんですよ。もともと松井秀喜さんがアメリカで日本人としてたくさん一番ホームランを打った人で31本なんですよ、僕関係兵庫県出身だったんですよ、坂本勇人選手。巨人行っちゃったじゃないですか。横取りされたんです。阪神来てもらって、あらかじめ31歳の頃に2000本安打打ってくれた方がいいっていう結論になってるんですよ。もう野球の、あの、試合の仕方うんぬんとかいろんなことをあんまり言い始めるときりなくなるんで、もうとにかく、2000本安打打ったら名球会入りできるんですよ。すごい数字なんです。それだけたくさんヒット打ってるの話なんですよ。31歳で達成する話で、本当に31歳で達成できてるんですよ。それ巨人に強奪されたんです。あんだけ阪神タイガース優勝少ないから、もう兵庫県民だから兵庫県にいやいい。田中将大がまだ楽天行くのはそれはしょうがないとして、楽天負けすぎてるから未来から24勝0敗の話聞こえてきました。でもしょうがない、楽天あんだけ弱かったらそれしょうがないわなるけども、なりますけども、なりますよ、なりますけど、もともと阪神タイガース来てくれてたから、こんなに苦労するはずなかったのにかもしれませんけども、結局同じことだったかもしれない、頭の中してもうプロ野球界のあの優勝回数を揃える話と最下位の回数を揃える話、あれもう僕が一生かかっても絶対無理。率先して巨人がもうこの間のアジアカップで世界中の国がね不利で試合してるの、あの動画でちゃんとホームページは IKSK2期の1番から見れますから、わかりますから、そこアクセスしてもらったら、あ、お前だって韓国のディフェンダー全然ボールを引いてもよるなディフェンダーが1対1になってね、ボール半径1メートル以内に近づかない、全力で全然走らない、一緒に並走してるシュートしに行って、もうそっから先本当はね、ヨルダンのその選手もたまにちゃんとしたいいシュート打つとき打つんですよ。そっから先キーパーと1対1なのにゴールできなかったりとか。で、またその後ね、何分か経過した後、今度は韓国のディフェンダー2枚いて、2人とも半径1メートル以内に近づかない。スライディングも何もなし。もちろん手とかこんなこと絶対しないですよ。もうショルダーチャージもなし。全然なし。もう半径1メートル以内に近づかないってはっきりして。そっから先ヨルダンの人
1対1なのにまた外してこれ絶対韓国の方が本当強い。本気で試合じゃ多分韓国が勝つ。さっきでもそこうまく見せかけて負けてあげなあかんっていう。どこかの試合で、あれはイランとバーレーンの試合ですかね。あのシュートね、斜めからの、シュートの絶対分かんない。キーパーのこう飛んでいったところね、手の横をね、ボールが通過しに行ってるように見える。違う違う。真後ろからのカメラで見たらびっくりした。キーパー飛んでいて追いついてるんです、完全に。けどもうね、これしなかったら入っても点入らへんわっていうことで、手をボールの上に持っていって、点の下、もう手追いついてるんですよ、横の動きで。その下通過してゴールして。で、これ、もう、あ、もう分かったって。これもう絶対ヨルダンの初優勝の話で、もうね、世界平和、国連とかの話で、もしかしたら国際司法裁判所か何かで、スポーツ国際司法裁判所の方かもしれない。何か判決があって、もうみんなで、あ、もうヨルダン初優勝で祝ってあげようっていう話だったのかなって、もうそういうことかなって思ったんですよ。そしたら最後、バーレン2連覇。スタジアム作ってしまったけど。嘘、そこ、バーレンが勝っちゃうとこ。試合開催したらもう、そのから先試合ないから、お客さんも入って入場料払った後やから。そこヨルダンにちゃんと優勝させあげんかったら、サッカー全体の人気下がる。どうしようもない。巨人みたいなことした。急に勝ちに来た。相手も勝たせてくれるもんだと思ってたら油断してるから。ああ、もうどうしましょう、この夜中。もうちょっとね、あの晩ご飯買いに行かなきゃならない時間になってきましたんで、もうこれぐらいにしときます、ね。以上です。皆さんの間ご清聴ありがとうございました。とりあえずね、私としては、まあ、選んだ曲のところを、まあ、B’z の皆さんの曲とか、まあ、B’z の皆さんぐらいだと思うんです。あの、フルの、 あのプロモーションビデオが、まあ、意図的に、出してないのも、まあ、それも多分僕はなんか昔いろいろ言ってだと思うんですよ。それ一応 B’z の皆さんに先先行してもらって、で、まあ、グレインの皆さんはもともと無料ライブ開いていたから、あるあ、まあ、買ってもらって、あ、それである程度ちゃんとみんなに聞いてもらわなかったライブでお客さんが集まらない話はグレインの皆さんも理解してもらえる、そこは喧嘩にならないこの話でって、もう上手したことだからちゃんと分かってるからっていう、これどちら賢いのかなあの話になるんですよ、結局ライブで稼ぐのか何なのかっていうところ。無料で、まあ、動画見れるイコール、まあ、その代わりライブに来てもらえるだとか、まあ、その辺のところ。だから、まあ、今の新しい世代の人たちがどういうふうな販売も戦略っていうことを考えたら、やっぱりさっき僕はたどり着いた答えになるんですよ。メジャーデビューして、そのベスト100のところでほとんどの人が最初の方に出せる曲なんですよ、デビューして間もない頃に。で、最初の頃もみんなここでそのデビューしたてに頑張らんかったらがあるじゃないですか、デビュー出演がある、ここで良い曲を発表する、それがあるからみんな最初の方の曲みんないいんですけど、途中からだ正直これ、まあまあまあ、親の介護とかいろいろあるし、結婚の時期とかいろいろあるし、まあまあまあ、そういうことかなって、まあ、まあ、手抜いてるとは言いませんけども、その辺、まあ、ある程度出せ、もう、こっちとしても、当バンドとしても、これぐらいで今回、勘弁してほしい。俺らも時間いっぱいいっぱいねんって、そういう状況。まあ、それは本当にあると思うんですよ。だからまあ、その辺のところを勘案すると、まあ、ただ、最初の方に3曲ぐらいはみんなすごい曲作れるはずなんですよ。プロ目指してきた者たちとしては。だそういう人たちで、だから昔のね、あの、ビジュアル四天王って呼ばれてたラクリマ・クリスティと、マリス・ミゼルと、まあもうそこガクトさんになっちゃってますけども、あの、シャズナと、ファナティック・クライシスの、その、この4つのバンドの良い曲ばっかりを、まあ僕は選んでるような曲をね、それでツアーを行ってたら、ちゃんとお客さん、まあ、もしかしたらテレビの告知をなんとによって、では、まあ、1万人以上いろんなドームで集められたんじゃないかなと思うんですよ。
クオリティ、みんなでクオリティ言い続けて、でちゃんとクオリティの低い作品をもうそう絶対再生回数上がんないし、ただグレイの曲で2万回3万回とかの あの辺の再生回数はこれはもう絶対変、これはもうテレビ局の人は悪い、絶対どう考えてもクオリティで、選んでテレビ放送しなかった音楽業界全体がダメになるから、本当にもう癒着でテレビなんか出しちゃダメだから、本当にこれはもう本当の話、これ視聴者がこうある程度言って決めれる権限を持たせてあげなかったら、まあ僕みたいにね、ある程度その音楽業界とかあの世界的にある程度つながりがあってっていう人間、いやもうその今絶対クオリティだから、そうこもう無理だから、本当にクオリティの低い曲、せっかく例えば映画とかアニメとかの方でね対策を作ったとします、そこでね、そこで良い曲がついてきてなかったら、そっちのもうそれはそれで困るっていう話があるから、絶対そこクオリティ、クオリティ絶対もうクオリティ、これでも聞いてみてからじゃないと僕もわからないからだからもうその辺あのカウントダウン TV とか、せっかく昔と比べてまあゴールデンタイムに時間持ってきたりとか2時間番組とかに拡大してるわけじゃないですか、放送時間を、だからそれだけの時間の枠が増えたっていうことは、それだけあのちゃんと自分たちでね、クオリティの高い作品をちゃんと発掘しなきゃなんない、テレビ放送して調べてね、でちゃんとテレビで放送する、あそれがね、あ全然できてないなって、まあ、あとは聞き手の方の人の話になってくるんですけども、まあ今の人たち、もう特に若い人たちはやっぱり高い年齢層の人の曲っていうのはなかなか、まあ、関係者とかの人ぐらいだと思いますよ、なかなか、どうしても自分たちと近い世代とかそういう人たちをやっぱりテレビ局とか売り出そうとするでしょう、でそこで曲が良かったらいいですよ、一応あの時のビジュアル四天王とかの人たちはその出始めの時とか良い曲出してたから、まあリストアップしてる曲を聴いてもらったら分かると思うんですけど、まあこれぐらいのレベル、まあ、そういう風な形だと思いますよ、でやっぱり広く伝わらなかったらライブでお客さん集まってもらえないでしょ、集まってもらえないでしょ、でライブでお客さんがたくさん集まってもらえなかったらその人たちがスピーカーになっていろんな友達とかに、どこそこ の, あのすごいバンドがいるだとか、まあ、そういう話を広げてくれるわけだから、スピーカーをになってくれる人を作んなきゃなんないから、やっぱり多分無料動画っていう形になるんじゃないですか、だと思うんですよ、でクオリティが認められた時にその、歌詞で、その曲とかで海外にっていう形もするべきだと思いますよ、このここにベスト100のところに選ばれてる曲と同じぐらいのクオリティの曲じゃないと海外へ、進出するアニメ映画に、まあ、ゲームこれぐらいのレベルじゃなかったら受け入れませんよって、これゲーム業界の方でも、進めといてください、まあ自分たちで聞いてもらったら分かると思いますよ、だからまああとはプロモーションビデオの作り方ですけども、以前も言った通り最初の方なかなか曲が始まらないパターン、あれ絶対ダメ、本当はみんな分かってる今までの結果で最初の10秒でももう聞いてる方持ちこたえられないですから、まあギリギリその、まあ何かこう伏線みたいな形の10秒それならなんとかっていう、まあ、それぐらいですね、基本的にさっといった方がいいです、形ですね、以上です、皆さん長い間ご清聴ありがとうございました、チャンネル登録と着信履歴の通知の設定と、まあ今スピーカーを広げようとしてるんですけども、まあ周りの皆さんにね、まあ僕のホームページいろいろ見た方がいいよと、いろんな意味で政治経済から何から何まで、未来からの時間軸からの声の話とか、まあその辺のところは災害予防とかにも結局つながりますから、まあ、そういうふうなところとかも特に意識していただけたらいいんじゃないかなと思います。一応ね、ビーズの稲葉さんにはあの未来からの時間軸で今年の能登半島の地震の件に関して、お伝えしました。それは、ベスト100のところじゃないんですよ。ちょっと待ってくださいね。今、1.1 のところですね。1.1 が。会うや会いますと言ってくれた人たち、まあそこで稲葉さん
アップロードされてる動画が8ヶ月ぐらい前なんで、まあ、曲いつ出したか分からないんですけど、まあ、そこで歌う前に、まあ、羽っていう曲、まあ、こちらからアクセスできるようにしておいたんですけども、ちょっと光の加減でちょっと見えにくいですかね。ちょっと名前のところだけぼやけてるでしょ。これ多分その辺だけコンピューター、他の部分はみんなはっきり見えるでしょ。これ多分コンピューターに操作されてます。だから勝手に人の名前を使ってとか、そんなこと言い始めたら説明ができなくなるから、無理無理、コンピューター無理よ。ちゃんと分かって大丈夫だから、本当に知り合い分からん、もうこんな一言で AI の機能がどう動くかなんか、本当にもうこの羽っていうところで、まあ、言ってくれてるんですかな。その稲葉さんが会うって言ってくれた時間軸に対して、2024年の2月16日本日17時42分頃の僕が言ってますから、全然話噛み合わないだからこれ未来から何日の淡井圭介ですとかこう伝えれたらいいんですけども、それ地震情報とか伝えようとしたら1分ぐらい時間欲しいんですよ、本当に本当に本当にでカメラワークでコロ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 画面変えられた。僕は動画を探さなきゃダメなんだと思うんですけどね。その聞いてくれてる、その無言になってるその状態の、各自の動画1分間ぐらいカメラ動かないで、他は映さないで、そこならしっかりとはっきりと伝えやすいっていうことになるんですけども、まあ、一応未来からの地震情報は稲葉さんたちにも伝えてはいます。まあ、それ込みでライブを回るみたいな形にします。で、現地の人たちに教えてあげると。だから未来からの時間中、だから現場の人たちとかも一応ね、あの普通の石川県の能登半島のその輪島市の朝市の人たちとかにも一応言ってるんですよ。あそこ大火災があったじゃないですか、200棟以上が燃えて、あの焼失しますけども、一応ね、露店のおばあさんが僕が呼びかけた時に、あ、その話なら知ってるって言ってくれたんですよ。ちゃんと口動いてたから、まあ、伝わってるなって。いろんなところに伝えてます。だから、あの元ジャイアンツの松井秀喜さん、松井秀喜さんは石川県出身なんですよ、星稜高校で。で、野球教室が回ってくれてるから、未来からの時間軸の声掛けで、松井秀喜さんに、2024年の1月1日能登半島で大地震が発生していると、震源地は、珠洲市でっていうことを伝えてるんですよ。16時過ぎまで伝えれたかどうか分かんないですけど、多分伝えれてるとは思うんですけどね。結構すんなり、伝わってましたね。だから僕の名前を出した時にすっとこう受け止めなきゃならないなってこう分かってくれる人と、そうじゃない人だったらやっぱり、聞く力というか、まあその辺のところは、まあ、あとはすぐ聞いた内容をメモする。そうじゃなかったら、誰か撮影してる人に言葉を投げかけて、こう言ってるって。で、次この画面でこう言ってるって。次こう聞こえてきたって。これを言って、つなぎ合わせでいったら、どんな文章になってるかっていうことがわかるから、それでまあ、未来からの地震情報も的確に伝わる。まあ、あとは、台風とか大雨での災害なんですけども、フェイクの災害ニュース本当に流してくるから、テレビ局は。あの兵庫県で天神川っていう川が向こう側の上流にあったんですけども、天神川っていう名前結構あるんですよ、いろんな河川で。こういろいろ枝分かれしていて、枝分かれしてるというか、まあ、合流してくるって言った方がいいんですかね。いろんな河川が合流してくるから、一つの河川、山の中まで辿っていくと、まあ、50ぐらいの河川だとか、合流してきているの、小さなものを集めて、含めて、まあ、それで大きな河川になってる。で、その、天神川っていう河川で、大雨が降って、あの、なんかね、こう、工事してる映像があるんですよ。そこで、あの、河川の氾濫が起きて、周りの家がすごい被害が出てて、去年かな、確か去年だったと思うんですけど、放送されてるんですよ。それ混ぜ込まれたわ。もう、信憑性なくなってくるでしょ。自分で撮影しに行ったら、普通河川の方が下にあるじゃないですか。で、あれは河川の方が下にある場合、街中の水が集まってくるから、水の量が増えるんですよ、大雨降った時。で、そこの河川は、一番底が、普通の地面と同じかちょっと高いぐらいなんですよ。違う違う違う。
雨降ってもその上の面積の雨しか集まらんから、もう撮影していてね、向こうがこっちちょっと伊丹市の方行くけども、ちょっと撮影しに行こうと、こう登っていったら途中から水流れてないし、一滴もなんかおかしいなって。なんかおかしいなって、なんかこう水集まってこないような河川やけど、まあ上の方までこれついてるし、まあとりあえず行ってみようかと。まあええんや、こら、こう一応、まあまあ緩やかな登りなんですけど、一応登っていって。そしたらもういつまでだってもそういう状態で、これこんなところあんな災害になるわけないやんっていう、そもそも形状自体が全く違う。でしょ、他にあります？兵庫県民の人に、自分が兵庫県民なのに呼びかけますけども、わかんないわかんない、尼崎でした、確かニュース伊丹市って言ってましたよ、間違いないですよ、そこの河川で。それ以外に展示がないから、もうね、もうどうします、本当に。なんかもうテレビ局嘘だけは放送しちゃダメよって言ってるのに。で、ごめんなさいね、話こんなに長くなって、もう長くなってごめんなさい、稽古してなくなってごめんなさい、本当申し訳ございません、ございません。ほとんどの人は、先ほど名称を挙げたバンドの皆さんは全員年上の人たちばっかりなんですけど、すいません、ごめんなさい、我慢の限界来たら僕もこうなります。ごめんなさい、もう晩ご飯買いに行ってきます。以上です。まあ面白い話の方でいくと、キングコングのバンバルビー装着。絶対告知見たらさ、知ったわ。すいません、以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、身の上を犯人たちに、スピーカーになってくれる人、まあ、一応動画の再生時間は、どんどん増えています。今860何時間か70何時間か、まあそれぐらいで、登録者数は500人超えました。だから3000時間のハードルはまだかなり厳しいですね。まあ半年後ぐらいになった時にチャンネル登録者数がまあ1000人もしかしたら超えてるかもしれないです。まあそこからでしょうね。そこから数ヶ月もしくは半年1年かけて動画の再生回数が、3000時間とか4000時間。まあ登録者数が1000超えなかったらもう多分無理でしょうね。3000時間、4000時間を超えるって。だ本当はもともとあれ、統計出ていて、テレビ出た人じゃなかったら、あとは大きな会社の役員さんの、動画、そういうものじゃなかったら、だからまあ自社の社員の人たちが見るっていう形、そうじゃなかったら、多分過去365日を遡って3000時間、4000時間を突破できた人って、まずいないはずなんですよ。で、それで多分計算出してきてる。みんながみんなお金手に入れられたら困るからっていうことで。だと思いますよ。以上です。皆さんご協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。